B ボックスチャンネル。 B ボックスチャンネル。はい、どうも B ボックスチャンネルです。はい、まずは自己紹介からいきましょうか。そうですね。はい、どうも井上和彦です。はい、中塚孝之です。今井亮太です。田村亮介です。そして今回はゲストです。花輪真奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。仲いいですね、こう言って。こう言って。明るくなりますね。花が。テンション上がりますね。本当ですか。で、今日は花輪さん、今日はあれじゃん。あの、クリステルっぽいじゃん。あの、じゃあ、一回やってもらえますか。あの、ちょっと斜めになって。クリステル。皆さん、あ、違うな。はい、次。はい、ということでですね、もらいましょう。ゲストの扱い、ゲストの扱い、ゲストにおもてなししてもらいます。おもてなしはね、おもてなしはを用意するとして、今回は、あれなんですよね、まあ、ここまでは自分たちの、まあ、趣味の動画を自分たちで見るみたいなことをやってるんですけど、自分たちで編集してね、撮って編集する。なかなか大変でしたけどね。でもテロが僕以外はみんな素晴らしかったよ。いやいや、まずいこと、とんでもない。それはだってこうスマホでずっと撮ってた。あれはね、でも一つ勉強になりましたから僕らも。あ、こうやってベタでうまく撮って自分の思い出入れていく。あれね、あれはね、ちょっともう時間なかったんで。3時間ぐらい空いたんじゃないですか。あ、だからその間に撮ろうと思って、なんかうまくごまかす方法ないかな。そんなことありませんよ。いい散歩でした。で、今回はだから趣向を変えて、はい、ちょっとゲストもね、呼んでます。はい、ちょっとね、座談会。そう、なんかね、芸歴みんな違うからね。そう、あ、確かに。そうですね、先輩、花輪さん先輩で。花輪さんは17年。はい、17年目に入る。僕、10年ぐらいですかね。10年、10年お前すごい、なんかもう30年ぐらいやってるよ。10年はしかも養成所に入ってからだから、ちゃんとデビューしたからそういう意味じゃない、7、8年ですかね。あ、そんぐらいになりますけども。デビューした僕は47年ですから。47年。でも20年も47年も一緒だからね。倍以上違います。倍違いますけど。なんで見たんだろう。そしてほやほや、ほやほやで約2ヶ月ですね。2ヶ月です。でこのほやほやの人からいろいろとね、先輩たちに向かって質問を浴びせていただこう。はい、そうですね。普段思っていること、これね、ちょっとね、そうそう、まだ勉強中で、うん、え、ちょっとよくわかんないぞと思ってることとか ね。あります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 。じゃあ自分から言います。はい。お、龍河くん。台本もらって、うん、実際現場行ったらスラスラって喋れないといけないじゃないですか。うん、どうしても読めない。あの漢字だったりカタカナだったりあるじゃないですか、うん、言いにくいやつ、うん、そういう時ってどうしてます？はい、はい、花輪さんからいい。はい、じゃあ新人からいこうか。後輩からいった方がいいか。新人じゃない、後輩からいった方がいいですね。これはですね、あの僕らみたいな新人っていうのは、まあ、今僕が新人っていうとちょっと軽かったんですけど、でも10年経っても新人ですよ、うちらの世界は。ちょっとね、僕もやっとあのまあちょっとね、あの業界用語になるとジュニアがやっと取れたみたいな状況ではあるので、そうそう、まあ、若手組ってやっぱりアナウンサーとか、うん、あとニュースとか、うん、あとあれですね、嫌、ね、なのその嫌な顔して、恥ずかしいよなんていうなんというか1ページ丸々自分のセリフみたいなものがあるんですね。しかも感情がどうのこうのとかではなくて、もう今現場でこんなことが起こってますっていうのをまさに伝えなきゃいけないタイプの役柄っていうのが多かったりするので、だからそういうのは本物のニュースキャスターの人たちって練習してる、まあ滑舌の練習はしますけれども、なんというかそういう単語をきちんと口がね言い慣れているから、そういう裁判所のところに行ったりしてもちゃんとリポートができるっていうところがあると思うんで、まず練習なんですよね。もらったらひたすら読み込む、ここの単語、あ、これそもそも意味は何だとか、めちゃくちゃ分かんないのあるでしょ、はいはい、そういうのをいっぱい調べたり口に出して何回も何回も練習して、まずはペラ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 って言えるようになると、ちゃんとこう役に入ってやった時にスラスラっと、うん、いつの間にか口が覚えてちゃんと言えるようになる、そうだね、うん、っていうのが僕の練習。花輪先輩は、花輪先輩は、まあ
でもただひたすら練習ですよね。でもですね、私あの、まあ、舞台から、まあ、お芝居始めてるんですけど、うん、だからやっぱその舞台で練習するっていうのがやっぱり自分の中では一番やりやすいんですよね。だからそういう難しいとか言いづらいセリフこそよりあのちょ家の中で立ちで練習して、むしろもう覚えるぐらい覚えて、も自分でそれしっかり中に入れてで喋れるように。そうなんだよね、何百回も何千回も練習していくけども本番はね1回だけなんだよね、はい、舞台まさにそうですね。舞台まさにそうですね、本番1回で終わりなんだよね。はい、そうです。あと読みにくいやつとかね、はい、やつは、うん、あの割と今はもうスマホでいっぱい調べますよね。うん、あのそうですね、そういうソフトがあるじゃないですか。はいはい、あの、はいはい、あれ国語辞典とその漢和辞典と、英語の辞典とアクセント辞典は全部スマホに入れてます。いつでも調べられる、先輩たちもこうやっていつでも調べられるようにっていう状態にはしている。昔は調べられなかったからスマホなかった、はいはいはい、そう辞書いっぱい入れて、うん、持ち歩いてたこれ全然調べられなくて結局呼び方わかんなくてでスタジオ行ってすいませんこれ何て言うんですかってこんなことわかんないのかよって言ってすごい恥ずかしい思いをしてたんだけど、割と今はもうこうやってあった音声ではあったおっと調べたないとな。でもなんか最近はこうゲーム用語だとかなんとかかんとかってあるじゃないありますね。そうするとあれだよね、インターネットだよね、まさにカタカナ語が多いからそのまま調べる、漢字だけ拾っといてそれを入れてなんて読むのって読み方みたいなでやると出てきて、ああこういうふうに読むのかみたいなして、なんか、まあ探してますよね。だから自分で前情報でそういう漢字とかカタカナを調べて、で自分に落とし込めるまでずっと練習すると本番で一発で決まるという。一発で決まんないけど決まる確率が上がる。それを僕ね NCIS ってねでギブスって言ってるんだけど、はい、あのネイビー捜査班 で行くと必ず NCIS だって言うんだよ、ね、はい、でみんなで入ってきますよ、ね、NCIS だっていうのをなんかあの最初あんま聞き慣れないから3話とか5話ぐらいまで、はい、でしかもね勢いよく行くわけよそうですね、よろしく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 おじいちゃんになっちゃできるあと NGIS になったり、ね、そうなんですよね、こう勢いよく言おうとしたら口が勝手に文字を濁らしちゃうっていう、あよくあることで、お前自分の職業ちゃんと言えねえのいやなかなか NCIS は特に難しいし、ただね FBI とかもいざやろうとするとうっと体に力入ったりするから、いっぱい練習するちゃんと家でこう構えながら FBI だって練習するのが本当に効く。あ、うまく言ったの？そう、普通に言ったら言えるセリフも緊迫感を持って言うと言えなくなるんで形が絶対そう、本当に練習するしかない、はい。で実際に自分のご自宅、さっき花輪さんみたいに動きながらとかっていうのは皆さんやられてるんですか？それ当然ですよね、動きながら。やる。隣の人に怒られないギリギリですね僕なんかまだ大きいマンションじゃないからそこ難しいですよね。夜やったらさすがに怒られちゃうから、叫ぶやつとかは多分隣の人とか上の人は仕事行っててくれって、お仕事行っててくれって思いながらエビやろっつって実際にそのやる声量でもやってますか？できる時はやんないと、うん、扉にこのぐらいのスポンジの防音のやつを貼ってる、うんうん、で消材やって、うんうん、なるほど。でそれは玄関のところね、玄関というかまあこう扉の入り口の、で自分のまたこう勉強部屋のところにも貼ってる、うん、ああ確かに、そうすれば確かに大きい声も消してくれますね。だからまあ多少ねそういう工夫はしないとそうですよね、うん、やっぱりねないとちょっとやっぱりいくら壁があっても全然貫通しますもん我々の声もうさっきもちょっとね怒られたんですけど
中塚さんの響きがすごすぎて、こっちの部屋まで来るんで、デスクの方と普通のトーンでこのぐらいのトーンで、あ、そうですよねぐらいの喋り低いよと思う。お恥ずかしい、隣の部屋まで響いたさあるんでね、そこは気をつけないといけないですね。次行きましょう、はい、次行きましょう。はい、じゃあもう一回自分で、はい、役作りで困った時って何やられてます？役作りで困った時、はい、こいつどんな人物なんだ分からねえ、あー、V を見た、台本も読んだ、みたいな時じゃない？そうですそうですなるほど、そういう時は何だろうな、まずは自分の引き出し開けた結果分かんなかったわけじゃん、はい、引き出し開けて、あ、入ってないなってなったわけだから、新しい引き出しなり新しいタンスを買ってこなきゃいけないから、なんだろうな、そういう時は人を見る、言い方が悪い、人間観察人間観察自体は普段からしておかなきゃいけないんだけど、はい、我々の仕事は、はい、そうですよね、いろんな人間観察をしておかなきゃいけないんだけど、自分が分かんないってことは自分が関わったことない、ないし自分の身の回りにいなかった人なわけだから、もう重点的になんとかこうね探すっていうのが必要になってくるから、あとはほっぽっといて、俺のやり方は、はい、ほっぽっといて違うやつも見てみて、こうもう一度振り返った時のその違う映り方にかけるとかね、いうのは大事かなと僕は思ってます、うん、どうでしょう、私ですか？そうですね、まず一通り台本を読むじゃないですか、はい、何度も何度も何度も読み返して、で分からないってなった時に、じゃあなぜ分からないんだろう、一回考えるかなって、うん、なんかどこで私はどこでどういう考え方見方をしたからこの役が分からなくなったのかなとか、うん、なんかこういろいろ自分なりに分析をして見直してみたりとか、まあさっき中塚さんが言った通り、いろんな引き出し頑張って開けていやでもわかんないな、じゃあちょっといろんな違う先輩たちの芝居いろいろ見てみよう、もっと見て、うん、その結果いろんなものを持ってフラットにしていくフラットにしていくって感じ、フラットにして、まあ、フラットっていうかもうだからなんかあまりこうガチガチにこう考えすぎ込まないで、過ぎないでフラットで、はい、自分がこれって思うものは持っていくんですが、結構すぐに動けるようにもうなんか結構自分凝り固まっちゃって自由に芝居ができなくなっちゃうんですよ、考えすぎちゃって、で固定化されちゃう、よくそれが役作りをちゃんとできてないっていうか、こいつ何なんだ、こいつはどういう人間なんだっていうのが分からないときによく固定化されちゃうんですね、いやこういう人間だろうこういう人間だろうって、あの可能性を考えないんですね、いろんな可能性を、だそういうのがあるんで、さっきも中塚さんもおっしゃってもらったんですけど、引き出しがないからもうこういう人間だってなってお芝居が途端につまんなくなっちゃうんですよね、それを決めない方がいいよね、はい、なんか、これはよくわかんないんだけどあれあれあれなんか、まあ、その、こうすればいいっていうのはないんだよね、はい、うん、多分正解はないし、で、まあ、自分が演じるんだったらどうやってやるかなと思うけど、その役を考えるときに、あの、こうだからこうだろう、こうだからこうだろうって言うとどんどん狭めていっちゃうじゃん、逆にこういう可能性もあるよな、こういう可能性もあるよなって広げていく風にしていかないと、その中にまあなんか傾向があるじゃない、こういう役のこの役はこういう傾向だよっていう、でまあその中でこう演じたら、いやもうちょいこっちでやってくださいみたいな、ああなるほど、ピュッてこう広がってればね、うん、すぐにスッと固まっちゃってると、もうここ こっちなのって動かせられない、うん、だからなんかいろんな可能性を試すっていうか、まあ、感じるっていうか、こういうなんで広げとくっていうか、何、うん、だろう、そう、あ、例えば、まあ、すごい簡単な例で言うと CM なんかで言うと、はい、自分の思った通りにバンってやるじゃない、とりあえずやってみてください、はい、バンってやってうん、それはいいんですけど、もうちょっとこういう感じで、あ、わかりました、バンって
それもいいんですけど、こういう感じで、うん、なんか揚げ句の果てに果てにさ、7つか8、いや8パターンぐらいやってね、クライアントさんもやっぱ最初ので結局あることです、あることです、だけどそこ言われた時にポンポンポンっていっぱい出せていくのと同じように、役作りもそのぐらいのこうなんかあの広さを、3つぐらいはすぐこうね、同じ性格なんだけど、あのもうちょっとこういう感じっていう、まあすぐ触れるように考えておかないと、彼も例えばね、うん、ピアンってやったら彼こういう時はもう少し喜ぶと思うんでって言われた時にこうスッて、うん、ってこうグラデーションじゃないと、スッてスッができないと、そうね、うん、現場での対応力がそうね、固定役作りのこうアプローチの仕方がちょっと違うかもね、固めていっちゃう、まあ、固めていっちゃうタイプです。人間の可能性って逆に無限大なんだよっていうふうに思っておかないと、なんか自分でこう固めていっちゃうから身動きできなくなっちゃう。でもありがちだよね、ありがち、なんか最初の頃はこの役何歳ですかなんてすごい細かい年齢を確かに、ね、関係ねえじゃんそんなもん。だって司なんか本当いくつなの？本当は31でしょ？なんかどう見たって40ぐらい。これはねよく言われる。で人ってそういうもんじゃん。はい、だってねあの村山なんかはとさ。あれですね。パピーを言いました。じゃあもうさ、ね、あれ同級生でしょみんな。はい、同級生で、ね。でもみんな違うじゃん。なのに何歳ですかって年齢で役作りをしようとするやつがいるんだよね。これ違うじゃん。じゃなくて若いけどこういう性格ですっていう風に持っていかないと、あのみんな同じになっちゃう。せめてそういう枠をくくりたいんだったら同級生の友達同士ですみたいな方ですよね。そいつらがいくつが重要なんじゃなくて、その対等で友達なんだぜっていうところが大事、そういうのを考えていくのがいいのかな、ね、うん、そんな感じでこう固めないと、はい、広く持っていくと広がるアイディアいいんじゃないですかね。ありがとうございます。B-BOX チャンネル。